こんばんは、おばちゃんです。なんかワトルケン、またパクロ動画が出ちゃったみたい。東谷義和って、この人確かヒカルの動画に出てた人だよね。まあじゃあこの人大体どんな人かっていうのをね、ご紹介したいと思います。今日のニュースはね、和田さんにお届けしたいと思います。おばちゃんの会社のさ、現場で働いてくれてる和田ちゃんっていうの、たまに仕事するんだけど、ワイドショーとかでさ、渡部が出るともう許せない。もうなんでこれ映すのってね、めちゃくちゃブチ切れんのよ。昼休みとか一緒に控室でさ、テレビ見ながら喋ってるのってもう大変なのよ。旦那がちょっと似たようなことして、女性からすると不快よね。そういうなんか似たようなね、経験されてる女性からするとなんで出すんやねんっていうことみたいなね。だから私は今日はね、あるね、ブログさんの記事をね、そのままアップしたいと思います。ガーシーがね、一体何を言ってたかっていうのありのままをね、お伝えすればもうえげつないので、すべてが終わってしまうんじゃないのかなと思います。よかったね、バテちゃん。過去の LINE での会話らしいんだけど、青い枠内が、あんたす、渡部です、お疲れ様です、大阪に行きます、で電話あって、決まったら折り返しします、させん、セキュリティ自身お願いします、分かってます、電話あと3ルート目と81 OK で、間もなく準備終わります、間もなく準備終わります、はい、向かいます、ほーい、寝てるの、ドアの前にいるよ、起きてよちょっとだいぶ放置されて、お疲れ様です、6日の昼から夕方ロックスターホテルをお借りしたいのですが、確認します、まだ返事待ち、前も言ったかもやけど、俺のマンションを使う、ね、申し訳ないです、3ヶ月に1回くらいしか使ってないし、えで、バラバラ、鍵ポスト入れっぱなし、マジですか、わら、ホテルの方が気楽なので大丈夫です、今度使わせてください、そういえばこの前送り込んでくれた子何者ですか、わら、何があったわけではないですか、わら、この前って結構前やんな、わらわら、まるまるかな、学生やて、え、学生を送り込んだの、え、なんであんな技が可能なんですか、わら、あの子結構推しに弱い子、わらわら、素人ですよね、素人やって、わらわら、安全性も問題なしそうですね、お、なんか渡部の闇という東谷がアップしたと。それで元美さんのこういう感じじゃないかなって経緯、ちょっとえげないんですけども、えげつないねえげないんですけども、アンジャス渡部さん不倫騒動で叩かれる、東谷さんが心配して LINE を送ったが全て無視される、東谷さんは渡部さんのためにいろいろと手配、女の子、ホテル、食事などした過去があり、無視されたことに納得がいっています。もともとの出会いは、東谷さんが名古屋の友人に渡部さんを紹介されたところから始まった。
渡部さんよりも先に小島さんと知り合いになっていたが、今は連絡を取っていない。賢い選択です。セーフティーできてるじゃない、セーフティー。渡部さんは大阪に仕事で行く際は必ず東谷さんに連絡を取っていた。理由は結婚しており東京では遊びづらいから。東谷さんは渡部さんが望んだ依頼には全て応えてきた。レストランやバーの予約、女の子の手配、女の子に対しては口の固い女の子であることを念押しされた。渡部さんはホテルの予約を東谷さんにお願いしていた。ホテルは宿泊ではなく仕事の合間に利用できる時間帯指定で予約を依頼された。ホテルの名前はロックスターホテル。渡部さんは東京の多目的トイレでつめちゃべライブをしたことが叩かれている。地方でも同じようなことを行っていた。おそらく他の地方でも同じことをやっていた可能性が高い。大阪は東谷さんが担当。東谷さん、あーらららららら、なんかおばちゃん今心の中でタン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 、今もう11時になりますので閉店されます。あの何か DVD や CD をお借りしされたい方はその閉店時間前によろしくお願いしますっていうね、音楽が今流れてるよ。うんーだいや、これ終わったじゃん。終わっちゃったじゃん。短い復帰だったね。このことで今後何が起きるかっていうと、まず確実なのはね、うちの現場のバタちゃん、おばちゃんの動画よく見てくれてんだよ。もし見てくれてたら、でもこう言うと思うわよ。本当に気持ち悪い。もう、テレビ出されちゃう。だってね、いつも以上に声を荒げるのは確実です。ロックスターホテル、こんな感じですってね、画像がアップされてんのよ。それおばちゃんこれ見てすごいね、違和感を感じたの。え、なんで照明ピンクじゃないの。なんて部屋がさ、古くてもう汚れとか傷目立たなくするために、え、ピンク色の照明とごまかしてんじゃないの。で、ねえ、広いし。部屋入って、なんて玄関で靴脱いで、それで、ねえ、ベッド行くまで、細い道でなんとかなんていうの、背中を壁にちょっとすりながら、ね、ベッドのとこまで行くって、え、なんでこんな広いの？うちすごくびっくりしちゃったんだけど。え、これが本当のそういうとこなのかしら。うん。あとさ、鏡でかいし、綺麗なのよ。あれライターとかカチャってなんていうの、火つけて後ろマジックミラーになってなんか撮影されてんじゃないかっていう怖さがあるから、あれのチェックとかもしないのかしら。いかにもなんかちょっと怪しいって鏡あるじゃない。そういう、あとね、部屋壁全然なんかパンチ込まれて穴開いてるところとかないし、なんかちょっと違和感感じる。もちろん、あれでしょ？お泊まり8000円ですよね。それ以上するのなんてありえないと思うんだけど。で、江東区みんなそうよ。亀戸とか錦糸町。もうちょい高いとこあるけど。食べ物充実してるとかって歌ってんだけどさ。パンケーキとサンドイッチだけなんだよ。何が充実してるよね。ふざけんじゃないの。出てくるのがさ。パンケーキはチンなのよ。それはもうしょうがないと思う。サンドイッチのね、ツナサンドのツナが、どこの缶詰を使ってんのってぐらい、激味な味すんだよ。味も茶褐色っぽくなってるし。で、しなべたレタス。ほぼほうれん草みたいな色になってるんだよ。高得クオリティは涙出ちゃうね。私を物にしたいなら、もっとつびびてくる。相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。